1954年中華民国総統選挙は、1954年3月22日に中華民国で行われた総統を選出する選挙である。1949年、国境内戦に敗れた国民党は国民政府を台湾に移転した。仙台後も中華民国の正当性を主張する国民政府により、1954年2月19日から5月20日まで、 国大代表を通じた間接選挙方式で総統選挙を実施し、台湾を対象とした初めての選挙となった。2回目の投票の結果、中国国民党候補者である紹介席が1507票を獲得し、48票の中国民主社会党候補者のジョフー風林を破り、第2代中華民国総統に就任した。同時に行われた副総統選挙では、 国民党の人生が当選している。国境内戦敗北の責任を負って、総統を辞職した蒋介石に代わり理想人が代理総統を務めていたが、蒋介石との対立により、香港へ逃亡し、アメリカへ亡命した。蒋介石は総統へのまた任を宣言したものの、理想人の辞職手続きが完了しておらず、新旧総統の交代時に、法理問題が発生する可能性があったため、 国大代表は総統選挙前に理想人の弾劾を決定する辞職手続きが完了していない代理総統の1954年2月19日に国大代表が召集されると3月11日に弾劾手続きが取られた当時の法律規定では総統あるいは副総統の弾劾手続きは国大代表の間接選挙方式とされ 国大代表の出席者の3分の2以上の決議により弾劾が有効とされた。法定定員3045名のうち1948年に2841名が選出されていたが仙台した国大代表は半数に満たず、香港やアメリカ、東南アジアなど世界各地より台北に参集したのは1578名に過ぎなかった。そのうち弾劾決議に投票した。 国大代表は1486名、1403票の賛成票により弾劾決議案は採択され、残忍期間が短いために補選を行わないことが、不対決議されている。総統、副総統選挙が行われ、投票は台北の台北中山道で行われ、副総統選挙も同時に実施された。副総統選挙は、総統選挙と独立集計され、 現在のように総統と副総統の候補者が一括して選挙戦を行うものではなかった。差額選挙が採用され、また有効投票の過半数以上を獲得して、初めて当選となる絶対多数選挙となった。当時の中華民国の法律では総統及び副総統は国民大会代表による間接選挙方式が採用されていた。 総統副総統選挙秘免法第4条第3項によれば、候補者は国民大会代表総数の過半数の得票数が必要とされ、もし過半数に満たない場合は、上位3名による再投票、再投票でも過半数を獲得できない場合は、第3回投票により、得票数の高い2名の決選投票が行われると規定されていた。1948年、 南京市で招集された国民大会代表は2841名であった。しかし1954年に台北市で招集された国民大会代表は1578名。実際に投票を行ったのは1573名であった。その中で台湾で選出された代表は18名である。九百五十年に立法院は国民大会開会の定足数を 法定3045人の2分の1から3分の1に修正している。3月22日、中華民国第2回総統選挙が実施された。総統選での候補者は、国民党候補者の小解析と民社党のジョフー風林が立候補した。法定定員3045の国大代表の中、1954年3月22日午前に、 台北中山道で投票した人数は1573名であった。3月22日の第1回投票では過半数の獲得がなく直ちに再投票が行われ、その結果、小介石が第2代中華民国総統に当選した。ありがとうございます。